山学院前です。南青山5丁目です。平日はね、こんな感じですね。長田町駅です。これ日本のね、政治の中枢になりますね。国会図書館前です。警備の車両がたくさんいて、こう物々しい感じがしますね。近くで見たのは初めてかもしれない。全然わかんないですね。
してるのかわかんないですね。霞ヶ関駅、わかりました。この道わかった。すごい景色だな。でもこれ前です。三宅坂に入りました。右に見えるのは豊川稲荷ですね。正面に見える高いビルがあれ森ビルですね。六本木ヒルズです。東京ミッドタウンですね。住んでないのでね。どうでしょう。あ、これダメだな。六本木の方じゃなくて戻りましょう。いや、都心の人は本当ね、なんかやっぱおしゃれですよね。モデルさんみたいな人がねたくさん歩いてますね。綺麗な人ですよ。
会にめったにこう近いんですけどね、なかなか来ないのでね、僕が行くところといったら、まあ、箱根の山の方しか行かないので、近いとはいえあんまりその都心にはね人が多くて疲れるのであんまり来ないんですよね。郵便局を左に曲がります。これ左に行くと西麻布です。おっとベルルッティがありますね。ベルルッティだ。これは青山ですね。青山正前、まあ、こういう道をね日中こう都心をツーリングするというのも、まあ、混んでてちょっとね、止まってばっかりいなきゃ、止まってばっかりなので疲れるっちゃ疲れるんですけども、まあ、たまにはいいのかな。並んでますね、蕎麦屋さんですかね。そんなに美味しいんでしょうか。一番市ですね。すごいこのこちらはグッチです。そしてアルマーニがある。コーチもありますね。ボス、ウルサンローラン、バーバリー、すごいなここら辺は。そしてルイ・ヴィトン、ディオール、バレンティノ、すごいすごい通りだね。ライトリング、すごい人だな。すごいなこの。通れないやつじゃん。
バレンシアガ、そしてグッチがある。渋谷のスクランブルスクエアです。目の前のビルですね。三軒茶屋、右ですか、右ですか、これか。ああ、これもしかして渋谷のど真ん中ですな。すごいとこ走ってますね、これ。よくテレビに出るそのハチ公前の交差点ですね、それが。これがよくテレビで出てくるあのハチ公前のスクランブル交差点です。ハチ公ですね、あれが。すごいすごい。これが都心ですね、本当に。道路が変わってますな。よくわからんくなってる。246出ました。やっと見慣れた道路に出ました。それではご視聴ありがとうございました。カメラの方もね、電池が多分間もなく切れるんじゃないかと思います。大橋のあたりを走ってますな。